2008年 G8 サミットにおけるアレクサンドル・ヤコベンコとロシア連邦消費者権利保護、福祉分野監督庁長官ゲンナジー・オニシチェンコ、アレクサンドル・ウラージミロビチ・ヤコベンコは、ロシアの外交官。ロシア外務次官を経て、2011年からロシア連邦駐在英国大使、法学博士、英語、フランス語に堪能。白ロシア共和国、ホメリ出身。1976年モスクワ国際関係大学を卒業する。同年ソ連外務省に入省する。1993年国際科学技術協力局長。1995年安全保障軍縮局長。1997年駐ウィーン国際機関ロシア常任副代表。2000年外務省情報報道局長兼報道官。2005年8月から外務次官、国際連合などの国際機関、対外経済協力、人権分野の政策などを担当する。2011年1月27日、ドミートリー・メドベージェフロシア連邦大統領によって、駐英大使に任命された。ありがとうございます。